あれから1ヶ月経ちましたけども、何かこう、だんだん、元 の, 形には戻りつつあって、今日があのキッチンセットとか、あとシャッターとかサッシが今日と明日にかけて工事やれば、ほぼあの元の形には私のところは元に戻るという。あとはあのお店の中をこれから落ち着いて、あの4月の後半に向けて、あの再開するのに準備することができるということです。皆さん、やっぱゴールデンウィーク前には何とか頑張ろうってことですか？まあ、私のところはあのお魚屋さんで働いてる方のサポートするためにそういうふうな食料とか飲み物とかなどを提供する店と思ってますから、はいはい、向こうがやる以上はそれに合わせて私のところもやりたいっていうふうなのがやっぱり私の信念ですね。はい、でもなんかね、はい、頑張って皆さんやってて今はすごいなと思って、まあそうでしょうね、まあ、とんだ災難は災難ですけどもね、まあ、やらなきゃならないし、みんな元気出しているし、ねえ、中身の人強いやと思って、いやいや、向こうの方の方の方も強いですよ、はい、そうですよね、それに負けないようにね、同じみんなで頑張らないとと思います、はい、はいはい、ありがとうございます、はいはい、いや、すみません、こちら森田水産さん、あ、そうですね、いつからオープンしたんですか？4月9日からやっております。早いですね。早いですね。ここ皆さんで総出でこう直して、そうですね、やって、はい、結構大変でしたよ。いや、津波も来ましたからね。そうですよね、みんな、はい、めちゃめちゃ流されましたもんね。そうですね。今これから多分観光客の方とか、あ、そうですね、来てもらわないとね、商売になるのですよね。そうですよね。なんかもうやってるよっていう宣伝を、はい、うちはインターネットで多分今日の夜には流しますんで、お願いします。ぜひぜひ宣伝を。そうですね。そうですね。皆様も自粛しないで日本経済を活性化する意味で東北地方とともに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もうこれはもうすごいですよね。魚もぼちぼち入ってくるね。昨日も塩釜で入りましたからね、やっぱり、そうですね、入ってもらわないとやっぱり日本経済のためにも頑張ろう日本と頑張ろう日本そうですね、ありがとうございます、はい、すいません。